中国の友人宇宙船、新州13号は、地球からの打ち上げから6時間余りが経過した16日早朝に、宇宙ステーションのコアモジュール、天球とのドッキングに成功し、搭乗した宇宙飛行士3人はその後、コアモジュールに入った。中国友人宇宙事業弁公室が明らかにした。 新州13号は、北京時間の午前6時56分に、軌道上でコアモジュール、天和と高速自動ランデブーと軽方向ドッキングを行い、宇宙貨物船、天州2号天州3号との複合体を形成した。新州13号は運搬ロケット、調整2号、F413 に搭載され、北京時間16日午前0時23分に、主先衛星発射センターから打ち上げられた。 6月17日の友人宇宙船、新州12号とのドッキングに続き、コアモジュール天和が4月29日に軌道に投入されてから、新州との2回目のドッキングとなった。